三古町は、青森県三湖郡の南端、岩手県との境に位置する町である。古くから三古郡の中核機能を有する町として、栄えてきた。青森県三湖郡の南端、岩手県と秋田県の境に位置する。地形は、比較的平坦であり、田子町、信号村と接する北西部に山地が広がる。町の中心部を南北にま淵川が流れ、支流である猿辺川、 熊原川が合流する。気候は太平洋側気候であり、陶器の積雪量は少ない。古くから縄文人が定住していた集落が存在していたとみられ、縄文時代の遺跡から石器など遺物が多数、出土している。鎌倉時代の初め、欧州合戦の項により、南部高校がぬかのぶ後軍を配慮して、以降、南部市の支配地となる。 戦国時代には本城である三古城が築かれ、城下町として栄える。江戸時代に本城が森岡城に移された後は、大館所が置かれる。主産業は商業と農業である。また、歴史遺産も多く観光整備が続けられている。平成27年国勢調査によって、前回調査からの人口増減を見ると 10.、10.30%減の1135人であり、 増減率は、県下40市町村中27位。高等学校中学校2013年に三個小学校と三個中学校が一体化し、小中一貫校三個学園となる。小学校以下は廃校。かつては町内に北日本銀行の支店があったが、2006年8月18日に廃止し、8月21日付で同行二個支店に統合された。 東北新幹線は、隣の南部町を3個トンネルで通過しており、当町内に新幹線の駅はない。3個上手なご門。ありがとうございます。